舐められてる理由は、誰かさんがチャキッとしないよね。実質賃金も立てない。何が効果出てるのを実感してる。東亜も下がったね、高値が。トヨタ、電装、レーザー、東京ネットデバイス、9年、KDDI、コアとは、NTT と一緒だよね。一見また4万って、なんかちょっと早く値上がるのっていう風な感覚はあるか、まだ先なんじゃないのっていうのを思いつつ買ってるけど。9月の8日、夜の10時だね。金曜日、今月もやっと終わったね、みんなね。とりあえず、その、お疲れさんでした。で、日経平均ね、241円上がってきたっていうところで、ね、最終着地良かったんだけど、ただね、日本はボロボロだからね、今やばいよね、円安がね。個別銘柄もね、上げ下げ、今日は全部が全部全面高っていう状況でもなかったので、あれなんだけど、ビックス指数が今 12.36 か、マックディデッドクロス組むならば、日経平均はまたちょっと上の方に上がってきやすくなるので、目先ね、上行ってほしいっすよね、もうちょっとね、含み益も増えてきてるし。ありがたいことに。伝送分析お願いしますと、6902。はい。2488円で800貫持ってます。はい。買い増し考えてます。短期スイングでやろうと思ってます。買い増し考えてます。買い増し。どうねぐらいで買おうと思ってるってことですか？とりあえず、もう少し上目線でいきたいね。とりあえず、ボリンジャーバンドのプラス2シグマ、2シグマのラインかな？と、50日移動平均線ラインぐらいまで。ただ、ここのデッドクロスが目先入りそうになっているので、そこのリアクション確認したいんですよ。もし買い増し検討するんだったら、ここのデッドクロス形成後の動き見てからの方がいいとは思う。この水色が75日で黄色が100日移動平均線なんだけど、ここのデッドクロスが入って下向き方向に一旦押すならば、買い増すタイミングが下げたところがやっぱしいんでね。そっちの方がいいじゃないですか。で、RSI の上値抵抗ラインとかもちょっと確認。初動の段階は結構綺麗に見えてるんじゃないの？これ見た限りでは。日足の上値抵抗ライン、下値抵抗ライン、一生懸命引く人多いんですけど、よりね、RSI の抵抗ライン引いてもらった方がいいですよ。日足よりも、RSI の上値抵抗ライン、下値抵抗ラインの方が、バッチシとトレンドラインと被って、ぴったり当てはまったりするケースが多いので、はい。そこはね、ポイントですよね。日足はね、一生懸命ね、こう、ライン引いてからさ、いろいろと、なんか、水平線とかやっていうのかな、引いたりとかする人が多いんだけど、RSI の方がもっとね、やっぱし、状況によっては重要だと思うんですよね。しっかりとこっちもライン引きましょうね。僕の動画見てる人やったらさ、そこあたりは、認識っていうか、しっかり把握してくれてる人多いと思うんだけど、そんな感じじゃないかな。時給だけ確認しとこっか。時給、PR 見ましょう。13.8PR が、PBR 1.31 倍、配当利回り 2.56%。需給は 20.05 倍。16万株増えて325万株か。半分。少し多めなんで、そうだね。目先、ここのデッドクロス形成で見て、戻り売りが出ないかどうかを認識、ちゃんとチェックしてから買いますんだったら買いますみたいな。そんな形でいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、そんな感じですね。でも買いますんだったら僕は安いところで買いたいですけどね。せっかくやったら。買ったところよりも。はい。やったら最初から買っとけばいいやんっていう感じになっちゃうからさ。はい。サボサボさん、小松1500株買えるのすごいって。ずいぶん前だったらね、良かったんじゃないんですか？結構今もう上がっちゃってるから、安いところから見ると。パナソニックホールディングス1722円で250株破株分析いただければ幸いです。それか、相続かなんか受けたんですかね？破株ってことは。単元未満株で、株で買うことってほぼないもんね。250株 ?1722。1720。難品しましょうよ。まず一つ言えるのは難品しましょうよ。1722円なんて、そう簡単に戻んないですからね。ドタカで取ったってことか。ちなみにここあたりで結構簡単だったんですよ。PBR 1倍のラインかな。1784円まで上がって、ここあたりとか壁飛んだしね。で、ここあたりで、下げてくるのは、なんか過去言ってたような、なんか言ってたような気するけど、でも、ここあたり高値近辺だよねっていうのは大体分かってたので、これ長期です。PBR 1倍を下回ってるので、ただし、やっぱし、ここの業界はきついよね。電池でしょ？やっぱし、その EV とかも、価格競争で、何でも作ったら赤字みたいな感じだったわけじゃないですか。だから、2デックとかも、切り捨てて、取捨選択して、かつ AI の方にちょっと舵切ろうかっていう風に、振ってきたわけじゃないですか。
中国のウェイト下げてからね。で、そういったところでやっぱし重たい。ただし、PBR が 0.67 倍なので、これは長期でまた PBR1 倍のラインまで戻ってきてくれたら嬉しいな。どこまでどれぐらいかかるかわかんないけど、ただし1722円で買ってる限り、そこまで戻るかどうかに関してははっきり言って、希望的観測すぎるし、次第なんで、買いますべきですよね。うん。やるんだったらね。はい。買いますべきではあると思う。投げられないんだったら。損切りもでもね、やっぱし覚えた方がいいんじゃないかなというふうには思いますけどね。うん。ここの割れ抵抗ラインですね。抜けてきたら、一本上の方のトレンドが出てくるかもしれないね、っていうところと、これ19なんぼだ。470万株の28倍でしょ？うん。そうだね。3月なんで9月一つ。まあ、次のこの決算まではまだ上ね、重たい展開なんじゃないかなというふうに思うけど、はい。1700円で高いところで買ってるんだったら、もうそこから運なので、そこまで戻るなんて今の段階で何とも言えないからね。ネスを置いたらもしかしたらアンチャー戻ってくるかもわかんないけど。はい。そんな感じだよね。で、目先で言うと、100日移動平均線かな。黄色のライン行っても、もし上がったとするならば、そこぐらいまでかな。で、それで決算みたいな感じになると思う。200日のライン、100日ラインで直近頭何回、2回ぐらい、2回、3回弾かれてるっぽいので、黄色のラインぐらいかな。っていうのが目先、決算までの動きかな。で、決算以降は、これ、長範で、いいもの出るか、悪いもの出るかっていうところ次第ですよね。パナいまいちだなって、パナいまいちだね。もう長期だよ、これ、やっぱし。パナソニックは興味が引かれない。パナソニックはもう、オールドカンパニーっすよね。はっきり言ってね。前まではね、テスラと同じ、連動して動いてて、前もっていうか、まあ、今もあれなんだけど、動いてるんで、あれなんだけど、2413、M3。あ、久しぶりだ、M3。相当下がったもんね。お願いします。1700円で2300巻を持ってます。難品検討しています。1割か。買ったところかな。M3 ね。重たいよね。1700円で買って、1700いくらですかね。ちょっと待って、みんな。1700円で2300株。1700円ってことは、ここで買ったってことですよね。ここで買ったんだけども、もう一発下行きました。はい。だから、決算の急落後に買って、さらに下掘り掘りして下がったって感じですね。RSI のラインは、ちなみに、ここ。うん。そうだね。でもこれ、そうだね。決算に向けては軟調な展開にまだなるとは思うので、M3 のチャートは変わらないなって。うん、前はすごいいい銘柄だったんだけどね。やってましたよ。やってましたよ。もう手つけてないけど。この銘柄に関しては。うん。回転効いてないんでしょ ?2413 でしょ。でも長い目で見ないといけないような気するけどね、これもね。信用改ざんが過去2年間で最高水準で 10.63 倍。需給は悪い。で、制度信用改ざんが335万株。売買高が278万株。まあ圧倒的に買いが多いよね。捕まってんですよね、みんなね。戻ったら売りたいと思ってる人がめちゃめちゃ多い状況なわけでしょ。で、決算でまたワンチャン変なの飛んできたら下の方に突っ込んでくる投げ売りが加速する可能性があるわけじゃないですか。なので、もうこれ決算までの勝負ですよね、やるとしてもね。うん、この時給動向で決算プレイしましょうってなかなか言い切れないから、はい、言い切れないから、もうでも決算は来月でしょ、7月でしょ、7月末か。まだ1ヶ月ぐらい猶予は残されてるので、その間の短期トレードで抜いて、で最後にこう決算プレイって形ですよね。タマさん、決算プレイ。まあ、受給の悪い決算プレイはね、そうだね。決算プレイは怖いね。うん。こういった動きになるからね。はい。今回でも、決算シーズンは、両極端に動くよっていう風に話してたんで、そこは読み通りではあったよね。うん。決算プレイ要注意だって警戒だと思って僕もやってたから、いい銘柄以外短期で決算前売っちゃったりとかしてたんだけど、だから日常合計の信用改ざんか、それが異常に多いんで、やっぱこういった動きになりやすいもんね。アステラス製薬、難品何度かして1724円で900株持ってます。はい。まだ時期重たいですが、最近は下げにくくなってきてるかとは思いますが、分析お願いします。 OK です。1724円で900株ですね。いや、言うてる意味わかる。これね、ちょっとね、最近ね、100日移動平均線やっと抜けてきてるんですよ。直近100日で頭取って下がって、100日移動平均線ライン抜けるのって久しぶりじゃないですか。なので、ちょい上見たいよねってのは、言うてる意味わかる。うん。で、RSI の割れ抵抗ラインも、なんかね、抜けてるっぽいしね。
で、100日移動平均線と、ただやっぱ時給は重たいのはあるんで、100日と、要はその、5日のゴールデンクロス形成が入って、今日、リアクションはしたかったんですよ。バチュープラスだったかな？言うてる意味はわかる。長期配当利回り高いし、ただなんていうのかな、やっぱし、配当成功高いんで、有料銘柄であるんだけどね、アステラスもね。ちょっと戻し見たいよねってのはあるよね。抜けてきたんだったら100日ラインを。ワンチャンバンドを来てくれないかなとか、ここまで上がってきてくれないかなとかですよね。で、1700で買っちゃってるのが、ただし、やっぱしその、ちょっとあれ、ちょっとプラン、難品して1700ってことは相当上の方で買ってるってことでしょ。まあ、配当利回り高いから、配当プラスすると、多分そこまで、損失あるんだけど、若干マシではあると思うんですよね。タコ足だね。そうだね、マヤさん。タコ足配当だね。何百パーやったっけ？ 100 パー超えてるからね。まあでもお金持ちでも100万辛いよねって。100万はね、やっぱしね、でかいっすよ。でかいっすよ。そうそう使えへんもんね。100万円なんてパって。ない限りは。ブランド品で見固めてもね、しかないしね。そうだね。少し見たいね、上をね。1700で買ってるので、1700まで戻ったら、若干切るとか半分ぐらい。900持ってるんやったら400ぐらい離す。要はその200日移動平均、要は700ラインでもし上がってきて700になってくると、200日移動平均線タッチなわけじゃないですか。なので、もともと、要はその、買って持っとこうと思ってた株数が500株でした。ただし下がっちゃったので追加で400で合計900株だったっけ？買ってるっていうことならば、やっぱその余分に持っちゃってるわけでしょ？だったら戻ってきた段階で、やっぱし大底拾えてるわけじゃないので、一旦半分400株ぐらい売っとけば、次下がってきた時に、また、要は安いところで買いまして、取得単価を切り下げることができるわけじゃないですか。まあ他に投資金額があるんだ、投資資金があるんだったらまた話は別なんだけど、それでいいんじゃないかなっていう感じはしますけどね。取得単価で400株リセットします。で、そう、あ、400株ね。そういうことね。そういうことね。それでいいんじゃないの？取得単価あたりで一旦400で半分ぐらいリセットして、残りは、まあ、上がってきたら残りで楽しむみたいな形で。一回、救済措置で難品してんだからね。またワンチャン200にして頭取って下がって、谷作ってくるかもわからないし、売られやすいポジションだから、200日移動平均線ラインまでもし上がったとするならば、そのプランでいいと思うよ。まあ、将来的にいつそこまで行くのかっていうのはわかんないんですけど、1700までね。まあ、すぐかもしれないし、来月来るかもしれないし、もしくは2、3ヶ月、半年、1年かかるかもわかんないんだけど、まあ、配当もらいながら、ちょっと待ちましょうか、そこあたりを。分割後、買いね、2523円で1500株持ってます。2523円で、高値詰め紙したと思っていたのですが、戻ってきた今、切るべきでしょうか。分割後上昇とは思うのですが、分割は転換点になりやすいんでね。で、そこで一旦上がってきてるっていう感じか。だからね、2523円、1500株買ってた、2523円。ここか。ここで買って、下にストーンって1割下がって、上げ下げしながら戻して、取得単価超えて今、含み益っていう状況ですね。まっくりゴールデンクロス形成で、RSI の、まあ、ここのライン抜けて、そこから反転上昇の兆しが出てきたと。まっくりもゴールデンクロス形成、ストキャスティックス別に過熱感ない。もう1日2日見て、フィボナッシュの61.8、まあ直近の高値ライン抜けてるんで、ダブルボトムのネックライン超えてきてんだよね。61.8%戻しラインがここなんですよ。2576。ここでなんか悪さしないかどうかですよね。もう米国株も開くで、もうそろそろ。6361。PR19.3、PBR2.77 倍、配当利回り1.8%、信用改ざんが若干増加してて、まあ、分割後だからね。14.30万株。そんなに多いわけじゃないので、需給はまあいいですね。関係ない。もう一日見よっか。休診したんだったら、今日、給湯したんだったら。2、3日一応見ましょう。2、3日。そっからちょっと判断。で、2、3日経過して、なんかその、うわね、重てえなと思ったら、一部スライス入れておくなりなんなりして、
残り上かな。で、今日はこういう風に上がったんやったら、もう1日2日見たいですよね。うん。ちょっと見よう。はい。そんな感じです。何？ニューヨークダウ。そうだね。オープンだね。米国株上げましたね。ニューヨークダウは43ドル安。S&P500 上昇。ナスダックも上昇。ソックス指数も上昇。ソックスは、5日と25日とデッドクロス組むかどうかね。ここで止まれば OK。また上に切り返してくるとは思う。半導体株どうなってんの今。NVIDIA プラスだね。0.5% 上げ。5日移動平均線上でも良いだね。今のところ。セクター別騰落率、どうなのか。GV 倍率は上昇で、グロス、強えな、アメリカ。グロス株だね。まあ、ほぼ全てのセクター上がってんだけど、下がってんのは、一般消費財、コミュニケーションサービスセクター、ユーティリティ、生活資金。で、上がってるのが、エネルギー、不動産、ヘルスケア、情報通信。トップは資源関連か。アメリカの金利が下がってるってことかな。はい。アメリカの2年債利回りが 4.677%、5年、10年。20年債利回りは低下ですね。金利が下がったので、不動産株とかがちょっと上がってきています。で、ドル円は160円台ね。はい。バンドーク、日柄調整が入って、パラボリック、マックディア、下落トレンドを形成するなら、一旦ボリバーの調整25日までの下落が入ってくるとは思う。テクニカル的なところで。はい。じりじり円高に行ってるって、でも円高行ってこもらうな、行き過ぎてるけどね、舐められてるじゃん、めっちゃ。舐められてる理由は、誰かさんが、もうシャキッとしないので、舐められてるんですけど、日本はこんなにですね。はい、もう交代すりゃええのに、うん。ユナイテッドヘルス、4.06% 上昇。実質賃金も上がってないのにさ。何が効果出てるのを、実感してるやん。データに出てねえ、数字で。はい、すいません、愚痴言いました。ごめんなさい。まあ、同調してくれる人多いと思うんですけどね、そこに関しては。うん、そんな、データとして、改善の基調が出てから、なんか、言えよ、なんか物申せよ、突っ込まれるの分かってんだからって思うけど、なんか、毎回なんか、ああいった人たちって、口が災いのもとって言うけど、なんか喋るの下手くそじゃない？本当に。頭いい人多いはずなのに、バカなんかなと思う。ごめんなさい。なんか、すっごい口悪くなりました。もう、そんだけイライラしてるんですけどね。はい。丸紅、2980円で200株購入しました。分析お願いします。を、2980円200株、壁ドンパターンにならないかどうかですよね。今でも壁登ってってるんでね。このボリバ、25日と5日移動平均線がゴールデンクロスを組むと、この壁ドンパターンが否定されて上の方に上がっていくので、こういった形でグーってね。そこをちょっと見ていくって形。で、RSI の割っちゃいけない下にラインは、まあ見えてるわけじゃないですか。なんかバッチリ見えてるよね。ここでしょ？うん。短期でスイングこれ。だよね、おそらくね。長期ってよりも。配当利回りそんな高くないもんね、今ね。まあ、ね、商社株も、高安まちまちなんで、あれなんだけど。もしくはメンバーライブはポージングライブって、うん、しない。そこに関しては。チャリンコさん脱いだらすごいんです。今は、まだだよ。うん。絞れたらね、脱いだら、すごいです。はい。ちゃんと今日は胸筋、胸トレしてきたから。はい。少し張ってるけどね。うん。そうだね。そんな感じだね。壁ドンパターン否定してくるかどうか見ていくっていう形なんじゃないかな、というふうに思いますけど。今月は伊藤園でやられました。伊藤園なんかなってんの？ちょっと待って。下がったの？いや、伊藤園がなんか、弱い動きをしてるのは、前、なんか、1週間か2週間前ぐらい見たような気がするけど。ああ、はい。でも持ってて100株ぐらいなんじゃない？これ。優待取りでしょ？優待狙いでしょ？伊藤園もねー。これ長期だもんねー。買うんだったら優待狙いでしょ？ぐらい持っとけばいいんじゃないの？株ぐらいだったらね、下がっても1割下がっても3万ぐらいだしね。うん。組益が10万減でしたと。おう。ああ、今月がってことですか？何でやられたのかな？今月やられた銘柄何ですか皆さん。ちなみに。あそこの下げの時にやられたのかな？日経平均のこの下げでやられた？パーンって一旦下げたところで。お？これ？ここは結構わかりやすかったもんね。違うよね。多分そこじゃないよね。個別でやられてるんでしょ？弱いところ。レーザーテック高いところに掴んだとか？トヨタ NTT で捕まったとか？メジャーなところで言うと。デイトレでやられました。まあ、それはちょっとやり方少し考えてやっていかないとあかんかもしれないですね。はい。大王製紙、ソシオ、神戸物産、ソシオ、まあ、ソシオネクストは、まあ、下落方向にバンドークで、若干今日柄調整中だもんね。うん。はい。なるほどね。うん、うん、うん。はい。
ディスコだ。ああ、ミュウさんの知っとる。さっき報告してるから。あれはね、あれは、デートレのルール、破ったんで、そうなっちゃだけだから、まあ、トータルで後で取り戻せばいいですよ。うん。東亜も下がったね、高値から、確かにね。トヨタ、川崎線？川崎線そんな下がったっけ？デンソー、レーザー、東京エレクトロンデバイス、九電、KDDI からマンチカネコさんですわ。まあ、NTT と一緒だよね。うん。はい。何何？ゆるゆるの対応も YouTube でやったような、先生まだ9000円で買うんですか？いや、もう日本に帰ってから買うんで、定価で買います。2箱ぐらい買ってから、改造するかもしれない。JR 東海。まあでも東海とかそこあたりは、まあ夏以降に上がってきてくれたら、夏に向かって上がってきてくれたら嬉しいなぐらいなんで、電鉄系に関しては。うん。それはまた違うよね。NTT とか今日も上がってたね。確か。NTT でしょ？うん。目先はさ、バッチシだったね、ここあたりね。うん。目先、ここまではね。こっからあとは、またちょっと様子見ないと分からへんで。だけど、一旦ボトム取って上がってくる NTT のポジションっていうか、エリアに関しては、しっかりと目視で認識して、全体共有してたんで、目先、若干利益これで取れてる人はいるかもしれないね。もしかすると、レッドゾーンで買って。あとは売り時よ。これ人それぞれなんで、ちゃんと自分でやってね。バチ僕横について見てるわけではないので、売買しとしてるわけでもないですから、隣についてからね。威張ってるなーって、まあねー、あたりはね、でも、まだしこりあるからね。ニテックさっけ、ファーストレーザーテック。レーザーテックもね、そうなんだよね。レーザーテックね。うん？青ポッタさん、ソフトバンクの売り時、まずかった。まだ残りあり。ソフトバンクは、バンドック終了の際見ていくっていう感じですからね。うん。持ちこたえてるんですよね。200日でね。200日相当重要なんで、ここで止まるか下がるかだよね。5日と200日がデッドクロス組むんだったらダメだけど、ここで切り上がってくれるんやったら、で、さっき高いところで買ってた人たちも助かるとは思うんだけど、バイさん、NTT の上がってよかったスイートめちゃくちゃ最近見かけまして。NTT ね。でもそこからなんか得られるものがあったら一番いいですけどね。一旦、目先損しちゃってるけど、なんで損したのかとか、そこあたりの理由が、やっぱクリアになってるかどうかっていうのはすごい重要だとは思いますよ。同じこと繰り返すから、人って結局のところ。やっぱ知識とかなかったらそこあたりね、わかんないもんね。あとみんなチャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いしますね。何何？スコーピオンってもう撤退したのかな？知らん！知らん！レーザーテック最近やってないもん。うん。今日も上がってたけど、ああ、上がってるなーと思って。見てただけですね。僕は、だって、ほら、もう、結構ある程度も買って揃えてるので、まあ、ちょっとリグイとか入れたりはしましたけど、もう行くんでね、沖縄に。若干ポジション軽くはしたけど、まあ、ある程度事前にポジション取ってたので、そっちで今勝負してるからね。なんか欲しい銘柄が、すごい出てきた時のためにキャッシャー残してるけど、とりあえずその時も一旦デートでつついてみるような感じになるとは思う。うん。昨日朝レーサー久々に見た下げ攻撃が収まったのか、どうなんだろうね。ここあたりでも結構スイング的な感じ感じだよね。短期のリバ狙いみたいな、そんな感じの動き方しちょるけど、はい。落ちた原因わからない人はまた違う銘柄でやるねって、ジョブグッドさん、そうっすね。まあでも、うちのチャンネル見てる人に関しては、まあそこあたりあんま心配してない、いないので、ちゃんと話してますからね。ないない、レーザーも東京エレコも前みたいな分かりやすい板になってくれたら、兼業としてはパッと飛び乗れないって、ああ、してくれないからってことですね。そうですね。前まではレーザーテックとかすっごいやりやすかったんだけどね。今はなんかちょっとやりにくさっていうのはやっぱしあるから、あえてやりにくいところやる必要はないのかなって感じがしますけどね。見てはいるけどね。動きで動きとかはやっぱし人気ある銘柄だし。はい。ハービー、さん、東京エレクトの社長にすげえ。あ、ハービーさん、東京エレクトの社長にヘアメイクしてるってこと？えぐっ！ そういうこと？そういうこと？どういうこと？は？どういうこと？ ハビーさん、もしかしてその業界で有名人？この間、アドバンテストの社長のメイクしたら冴えないおっさんだった。あ？ ハビーさん、メイクの報酬ってなんぼなんですか？ここまでや。あんましない。ほぼしないんですけど、メイクなんて。いや、しな、ほぼしないんですけど、アドバンテストの社長のメイクしましたって、やば！ やばか。実際、上場会社の社長も、一回会ったら、普通の人もおるからね。そこに関してはあれですけど、会ったことあるので、ね、やはり一生一緒にエルビアなのか。しゃ ん？顧客の悪口は止め方があって、でも、そこに関しては別にいいんじゃない？そんぐらい。なんか、誹謗中傷してるわけでもないしね。うん。翔さんもテレビ出るときはしてもらいましょう。ええよ、もう、ここで YouTube で。うん。話してても合わんような気する、普通。カズリンさん、スクリーン需給改善しない？
ないかな。スクリーン重たいもんね、需給がね。だからこんな動きしてるもんね。いい銘柄なのに、うん、いい銘柄ではあるけど重たいもんね、ワネが。なんかこのまま200日までワンチャンいっちゃうのかな、需給悪いかなって思ったりもしなくはないけど、なんか取っかかりないんだよね、今ね。スクリーンね、需給信用買いに若干整理されてるんだけど、23.32 倍でしょ、倍率が。ちょっと重たいよね。翔さんのメーカーたらです。おお、ありがとう。え、でも、あれ、どんぐらい低下、どんぐらいなんですか、ハービーさん。一旦、そこあたり、ここまで聞いたら、あれ、ゲスか。やめとこう。うん、やめとこう。はい。まあ、とりあえず、スクリーン、需給重たいっすもんね。下値ラインは切り上がってきてるから、ね、ここあたりの、こういったライン抜けてきたら、ここのライン抜けてくるとちょっと一本上の方に行くのかなって感じはするけどね。三角持ち合いでしょ？ここだもんね。最終到着点が8月。高値期日がなんぼ？4月なんで、半年後10月？決算ぐらい。ここあたりぐらいまで、なんか決算ぐらいまで重たいような動き方するのかもね。はい。日経平均先物がみんな上がってきてるよ。こっちは動いてないんだけど。CFD が270円上がってる今。なんか出たニュース。日経また4万って。惜しいね。てかトピックスがさ、抜けてきてくれてるからさ、嬉しいっすよ。瞬間最高値更新したんかな？はい。僕も張ってるので、上がってほしいと思って、買ってるので、上がってほしいですね。なんか、ちょっと早くね、上がるのっていう風な感覚はある。ただし、この時給で上来るんだ、一旦。へーって感じで。まあ、言っても PR17 倍ぐらいなのかな。まあ、4万、今、今日の水準まだ見てないんであれなんだけど、うん。PR17 倍まで上がって、4万1000、4万1200円、3月の高値抜けてくんのはまだ先なんじゃないのっていうのを思いつつ、買ってるけど。はい。感覚としては、やっぱしそのお盆明け以降なんじゃないかな、最高値もし抜けるとしてもっていうのは思ってやってはいるんだけどね。でも直近の高値ライン抜けて若干バンド気味だったら、バンド終了際が出てくるまででしょ。マンボウさん、キャッシュ比率まだ多い、一足遅れたかって。あー、僕はそのキャッシュ比率 16% ぐらいですけどね。10% 分ぐらい。今回買ってから結構回してるので、日本株に資金を安いところ拾ったんで、結構その満足、今の段階では。今の段階ではね、上がってくれたらもっと嬉しいんですけど、今の段階では上がってきてくれてるので満足ではある。含み益増えてるし、資産も増えてるから、あとはこれが、どの段階で上の方に来るのかですよね。下の方に来るの。上に来てほしいけどね。ソラッツさん、先物300円だから39,920円って。そうだね。39,933円。350円だからしてるね。来週勝ち申した。やばい。はい。トムズ13さん、3月の4万よりは円安進んでるから、外貨出てみるとだいぶ3月より安いのよ。ねえって、まあね、いましたっていうのを見ててね。はい。未完成時さん、勝ち申した毎回受けますって。だって、勝ち申したってなんで俺言い始めたんだろう。はい。もうね、あれだよ。嬉しいんでね。だって、ほら、全体の勝率も上がるじゃん、また。フミゾンの人が来週減るかもしれないじゃん。今 21% だけど、今月、フミゾン抱えた人。また、プラスに回ってくる可能性があるわけでしょ。そうなってくれたらめっちゃ嬉しいっすよね。はい。ヤストネンさん、会社飲み会後で先入ってたら、少数投資上きついついていけない。いいんじゃない？今日は雑談交えながら話してるので、全然構わへんですよ。全然構わへんですよ、そこに関しては。アメリカ強えなぁ。NVIDIA 2.54%、半導体かも全部大体上がってきてる。一旦消しとこう。NVIDIA 2.6% でしょ。日経はなんか月初に上げてすぐ下がるイメージあるけどね。はい。おもちゃ株って何ですか？ご想像にお任せします。はい。ご想像にお任せします。はい。要は、マネーゲームは、ある程度のところでやめた方がいいよってことですね。はい。マネーゲーム。株価は業績に修練していくので。だから、なんていうかな。そういったところばっかでこうガチャガチャしてて、本当にいい銘柄、有料銘柄を安いところで買うっていう作業を怠ってたら、いざその上がってきた時にやっぱし取り残されるからね。はい。ケイさん、ボーナスも入ってきてるし、上がってほしいですねって、上がってほしいね。上がってほしいね。クアルコも上がってきた。クアルコム、うん。4.27% 上昇、クアルコム。ね、フィボナッチとレッドゾーンで頭取って下がってるもんね。もうこれ前話してた通りなんじゃないの？ここあたりだよねって話を、多分、フィボナッチラインここで途切れてるので、上がる前に言ってたわけでしょ？はい。ラスッコラスカさん、まっとうでない株はやめよう的な。まあ、全部
が全部真っ当ではないとは言わないですけど、中には明らかにこれおかしいなってやつはやっぱしあるわけじゃないですか。うん、そういったのはやっぱしね、瞬間はすごいかもしんないけど、本当に見てて、なんだろうな、見てては面白いけどね。うん。朝バイキングさん、ステカムとか、一瞬バンナムとかだと思ったって。どういうこと？どういうこと？はい。森本さん、ファンダもテクニカルも通用しない銘柄だね。そうだね。うん。はい。そうだね。そういった銘柄僕はますます好かんですね。しっかりと、なんか成長企業で、そんなとこだったらいいんだけど、はい、僕はあんまりそこあたりは、僕の癖なんだよね。中国型ももちろんガチャガチャだったりするけど、結構やっぱしお客さんにも真っ当な株ばっか進めてたからね。だからそんなに損してないし、安定的に資産増えていったし、アームアーム、アームが上がってきてる。まあ上がってるやろうね。金利下がってるし、アメリカの。アーム？おー、パラボリック上昇トレンド形成か。アームもまた170ドルまで戻ってきましたね。はい。おもちゃカバで小僧寿司20円は迷う。どういうこと？どういうこと？アムアム55って。おー、アーム上がってきたね。もっともっと上がってほしいね。持ってる人多いんでね。一応チャンネル見てる人は。アームは。アームは、もうね、もう音株だよね。アムロレイさん、アーム、うん。アームはでかいね。これね、買いてる人はでかいよ。うん、相当でかいと思うね。え？ NVIDIA どっちが上がってんだろう？そこあたりからだけで言うなら。同じぐらい？ NVIDIA よりもワンチャン上がってるのかな？どうなんだろう？え？アームでしょ？ 10 月でしょ？だいたい3倍だもんね、10月から昨年の。NVIDIA も同じぐらい？ NVIDIA、ね、10月から。ここだもんね。まあ同じぐらいか。44ドルだったら。はい。若干、そうだね。うん、同じぐらいだ。若干、それ、あれか、アームの方が、ボトムからパフォーマンスはいいのか、少しだけ。はい。チャリンコさん、今、アームが優勢ですねってね。アーム持ってる人が、あ、比較者が出せばいいや。アーム、あ、NVIDIA 登録してるけど、アームが、ない。ということは、アームのチャートを出して、ここに比較チャートで NVIDIA をぶち込んで、あ、違う。これじゃなくて、NVIDIA を比較したいから、同じパーセントスケールで、やって、うん、そうだね。うん。アームの方が優勢だね、今ね。はい。はい。NVIDIA よりもアームの方がパーセンテージ。だから、このボトム近辺からだけで言うならば、NVIDIA が 208% で、アームが 244% だもんね。上場した時からだけで言うならどうなんだろう。このスタートレベルで言うても、アームの方が優勢か。うん。はい。確かに J リート弱いなって。リートは弱い。日本のリート弱すぎるよね。全然その、収益が上がんないっていうか、うん。NVIDIA の規模を考えるとありえないレベルの上昇ですよね。まあね、ありえないレベルだよね。うん。やばいよね。もうエグすぎる。はい。どこまでぶち上がっていくのかなっていうふうに思って見てますけど、はい。もうさてに孫さんが出演してましたってね。孫さんもね、今回自社株のことに関してはぬらりくらりで話してったもんね。はい。木の葉さん、昨日 WBS に出てましたねって。ん？ワールドビジネスサテライトってこと？工場人さん、しかしアームのこの動きを見たら、やはりこれはネガサ入りと腹をくって入るべきかという感じですが、アームは今からやるかどうかもわからん。から入るかどうかは人それぞれなんじゃないの？俺は言えへんけど、上がってくるんだったら、ともやったらやれば、みたいなんですけど。軍需株が上がってるのは、もしとら、効果が大きそうと。でも、そこあたりになったら、またさ、なんかその、関税のところで変なことが飛んできそうな感じはしますよね。今、欧州の方が、EV のところに中国に対しての関税、なんか、うんぬんかんぬんで、ニュースが飛んできてるじゃないですか。もちろん中国はね、ブーイングですけど、はい。孫さんがいなくなったら、ソフトバンクグループは魅力なくなるなって、孫さん、もう決算会見出てきてないけどね、孫さんね。うん、そもそものところ。はい。オリエンタルランド、4510円。で、100株買いました。5日と50日とゴールデングロスで上がると思って買いましたが、反応しませんでした。分析も、5日と午前10時。何なら時？午後10時かって意味。うん。ちょっと待って。で、国家部。ウェイすいません。うん。最高。過去最高更新してきた。だってこれ、フライングでしょ？三角持ち合い抜けてからっていう話を確かしてたと思うんですけど、抜けてないのに買ったからやっぱそうなったんでしょ？うん。いや、まあ、そりゃ、そうでしょう。フライングしたんだからって形になっちゃう。そこで買って目先下がってる、ああどうし、ああやっちまったって思ってるのは見てないからですよ。これを三角持ち合い最終到着点なので、この段階では上抜け下抜けしっかり確認してからエントリーでしょ。前から話してますけど。で、来月でしょ、動くとするならこのレンジ抜けは、上下どっち抜けるかっていうのは見てから考えますけど、はい。
フライング気をつけますって。フライング三角持ち合いの最終到着点は上抜き、上抜き、下抜き見てからですよ。大底でか、ここでなんか初動捉えて、なんかその、やろうじゃないですよね。これ夜のライブ配信で何度か話してるので、皆さんそこは知っててくださいね。あとその三角持ち合い最終到着点近いならば、なんかフライングで上がるだろうって決めつけて買うんじゃなくて、抜けた方向につくだからね。こういう時は。もうそこで変えなくてもいいんですよ。トレンドさえ取れたら。逆に、例えば三角持ち合いしたりブレイクして、下がっていったら元も子もないわけなんで、本日13さん、J リートは3月の指数1600円台の時に買ったので、含み益そこそこあります。配当も高頻度でもらえるから安く買える時に買えばインカムゲインを取るには悪くない気はしますが、毎月はその配当金であったりとかお金が入ってくる仕組みを作っていきたいっていう場合ならば、毎月分配型の投資信託、J リートであったり、US リートであったり、ワールドリートであったり、そういったものはいいと思いますよ。毎月分配型のものは。もちろん、個別銘柄で、毎月毎月配当金が入ってくる、もらえるような形で銘柄を買っていくっていうのも一つやり方としてはありではあるんだけど、やっぱしね、ちょっと分散っていう観点からリートとか買って、そこあたりずらしていくっていうのもやり方としてはありだよね。大体3区じゃないですか。で、あと6、12とかはまあ少し少なめだと思うんだけど、で、たまにその他の月のやつもありますよね。5月配当であったりとか、毎月ある、なんかどっかの企業配当出してると思うんだけど、もしその毎月分配っていうか配当とかそういったものが入るような仕組みを作りたいってことならば、僕はどっちかっていうと、投資信託を中に、ポートフォリオの中に一つ組み込むっていう作業をしてもらった方がいいと思う。いいものをね。いいものをね。それぞれの月の配当銘柄を買うわけじゃなくて、高校3年生で資産400万は素晴らしいですね。おー、高校3年生で資産400万やばくない？やばくない？資産400万。そんな人がやるの？親が管理しながらやってくれてる、一緒やってるって感じなのかな？種銭いくらからやったのかわかんないですけど、まあ、とりあえずそんな感じですね。というわけで、今日のライブ配信は皆さんこれで終わっときましょうか。最後まで見ていただきましてありがとうございました。まあ、今日は雑談会なんで、そこまでやってはいないんだけど、ポンさん、メディアブルゴールドでも明日のライブは参加できるのでしょうか？いえ、明日のライブはゴールドプラン対象外ですね。いろんなプランがメディアブルにあるので、皆さん、メンバークーポンの対象プラン、お間違いのないように、しっかりと下の概要欄の方、もしメンバーに検討してる人がいたら、チェックしとってください。よろしくお願いします。あと、3ヶ月20%オフクーポンは、動画の下の概要欄の方に、この下の説明欄の方にありますので、入ろうと思ってる方、使ってやってください。で、明日は、10時からメンバーライブなので、夜の10時で、皆さんお間違いのないように、そこあたりよろしくお願いします。あと、明日のお昼14時ですね。いつものマーケットの動画を、解説動画出します。出したらみんな14時に集合だよ。ちょっとチャンネルに一気に頼むね。スタンバイよろしくお願いします。お疲れさんです。撤収。